どうもこんにちは。 C コンパイルを作るの続きを今日もやっていきます。今日はホワイル文ですね。こちらをやっていこうと思います。ちょっと忘れてたんですけども、このラベルの XXX のところは数字とかに置き換えて、そのコード内でユニークにしなきゃいけないので、ちょっとこれも後でやりたいと思います。まずはホワイル文ですね。ホワイル4でこの XXX のところを何とかするっていうのを順番にやっていこうと思います。まずはホワイル文なので、パーサーを書き換える形ですかね。はい。まずは 9cc に行って、トークンを1個追加ですね。tk while while と。はい。で、パースに行って、ここですね、リターン if else while を追加ですね。よいしょ。で、1,2,3,4,5。あ、で、これもちょっと直そっかな。で、while と。OK。while を作ってから、ここもちょっと統合したいなと思います。前回ちょっとできなかったんで。で、ホワイル文はこれでパースできるようになってるはずなので、コードジェンの方ですね。で、まずは、トークナイザーを、トークナイザーじゃないか、ここですね。これを追加しましょう。まあ、ここでいっか。if consume kind tk while だったらばですね。で、これだったら、たらもうリターンノードするんで、これでいいと。で、ホワイルだったらなので、エクスペクトで、カッコが、カッコが入ってるかどうかですね。始まりのカッコ。で、その後に、ノードコ、シーアロックで、この辺全部一緒かな。よいしょ。で、シーアロックでノードやって、ノード、カインド追加ですね。ND なんで、ここで、ND ファイルと、ファイル入れて、ファイルにして、で、エクスパーが入って、終わると。で、その後に、ノードの RHS に、ステートメントですね。が入ってくれるはずということで、これで終わりですね。はい。そしたら、ここか。ケースで ND、ワイルを追加して、ここで追加作っていくんですけど、一旦ここリターンして、はい、先にテストを書けばよかった。ということで、テストを先に書きましょう。真っ先に書けばよかったんだけど、アサート、5にして、A イコール0。いいか。I イコール0で、while i イコール i が10になるまでですね。で、a、 ああ、そっか、i プラスイコール1なんで、これはいらないか。i を作って while で回して、で、i を出せばいいかな、最後に。リターン i としてあげると、10になるかな ?10 になるはずですね。これ10。はい。で、一応メイクテストやると、まあ、エラーで落ちると思うんですけど、エラーですね。はい。数字ではありませんというのが出ちゃうので、大丈夫ですね。プラスイコールってあったっけか、そもそも。
プラスイコールってなかったかな。i イコール i たす1か、はい、一応パースは取るはずなんで何事もなくいって、うん、エクスペクトで、0が返る感じですですね。はい、はい、これで OK。 そしたら、コードジェンの方で作っていきましょう。 ND ホワイルはどうなるかというと、こうなりますと。よいしょ。でプリント F でもう吐き出すだけですね。まずはジェンか。ジェンでノードで LHS を出すと。でその後にポップ RX して comp ですね。RX で0と比較する JE で LNXXX に飛ぶ JE なんで、これは上が成功したらですね、成功っていうか0だったらですね、 RX がで B をコンパイルしたコードをここに出すと。 Gen でノード RHS してJMP で JMP で LBeginXXX と。 JMP は強制ジャンプかな。おっと。でここに LNXXX を出しておくということで、で、ここと、ここと、ここと、ここが、ここかな。で、一番上に LBegin がいるのか。ここですね。ちょっと、LBegin、XXX と。なので、処理としては、評価して、ゼロだったらエンドに行くけど、そうじゃなければ中身をやった後にもう一回ビギンに戻るっていうことをやると、繰り返すってことですね。はい、 OKOK。 じゃあこれで大丈夫だと思うので、大丈夫だよね、大丈夫のはずなんだけど。はい、じゃあこれでメイクテスト。LBeginXXX が、アセンブラーメッセージズで怒られた。ほう。なんでだ？テンプレス。LB、もしかしてだね、これ。あ、これは、あ、リターンしてるぞ。リターンしてたな。L エンド。1個しか出てないと思うんですけどね。L ビギンも1個しか出てないから、大丈夫そうなもんなんだけど。L エンド LBXX、 はい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 、これですね。よしと。あ、よかった、分かって。はい、そうですね、うん、後ろのセミコロンじゃん、セミコロンか、コロンが抜けてたんで、これですね。メイクテスト、i が、11か。11が正しいか。テストが間違えてた。そうですかね。11が正しいのかな。そうですね。10、
までは正しいので11になったら抜けるのか。はい、よしよし、 OKOKOK、 これで大丈夫ですね。よし、そしたらこれで OK なので、次はフォーブンなんですけど、フォーブン入る前にちょっとコードジェンの方をパーサーの方を少し直したいなと思います。パーサーの方を直すところは、よいしょ、あ、これですね。ここをなんとかしたいんですけど、ストラクトを適当に作って、リザーブドワードというのを作っておいて、キャラのポインタでワードで、ワードで、トークンカインドでカインドを作っておくと。で、これなんかいるんだっけかな。リザーブドワードの配列として、合ってる？ワーズっていうのを作って、こうだっけ？で、リターンの TK、リターンみたいな感じで書けたと思うんだけど、ストラクトはなんかいるな。この辺の書き方がいまいちよくわかんないんだよな。これか。この上にストラクトでリザーブドワードっていうのを書いておけばいいのかな。なんかこんな感じで書けなかったっけかな。式が必要です。どうやって書くんだっけな。ダメだ、赤いやつやった。配列、あと C 言語ストラクト初期化データ1、データ2、データ3っていう形で書いておけばいいよと。ああ、違うか。これはストラクトか。ああ、これか。これですね。こうか。ワーズのこうして、で、こうか。あ、できた、できた。if else while で tk if tk else tk while で、reserved words っていうのを作った while ですね。で、リザーブドワードっていうのを作っていて、で、これどうやるんだ。
エンドっていうのを作っとくか。UF はここでは意味がないっていうか、万平的に使うんで、これ UF の意味は違うんですけど、まあいいや。あ、そっか、空にしときゃいいか。OKOK。で、4。ああ、いいの？イント i イコール0。i が、ホワイルでいいのかな？int i、i が、i がじゃないか。reserved words の i が、i の kind が、tkeof。で、はい、プラスプラスですね。はい、まあこんな感じで。よいしょ。で、長いな。イントじゃねえきゃ、これは。で、ストリレンでワードを渡してあげて、ダブルでレンでレンでレンで、はい、とこうかな。したらここまでいらなくなるので、まあまあかな。メイクテストと。おっと、ダメだった。なんでだ？TKEOF じゃなければ繰り返すというふうになってるはずなんだけど、なってなかったかな？なんだなんだなんだ、うまくいったと思ったのにな。コンソール、コンソールじゃねえや。プリント F で STD エラーに対してダブルを出せばいいか。ああ違うか、パーセント SNN か。あれプリント F じゃなかったっけ。F プリント F か。一応動いてる風ですね。あ、コンティニューか。これコンティニューしてるからか。そうか、そうか。コンティニューじゃなくて、どうしようかな。ブールで、ファウンド、
コール数で、トゥルーして、ブレイクして、もしもファウンドだったら、コンティニューかな。スマートではなくなってきたな。メイクテスト。OK, OK. とりあえずは大丈夫かな。なんかベタッと書いてあった方が分かりやすかった気もするんですけど、一応あと予約後が出てくるだけだったら、ここに、ここじゃねえや、ここに追記するだけなんで、まあ楽にはなったかなーって感じですかね。はい。OK, OK. じゃあ次回は続きで、フォーブンやっていこうと思います。フォーブンとこの XXX のところの解決をなんとかするというのをやっていこうと思います。ということで今回は以上。次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。